きまして、エントリーナンバー17番の方、お願いします。お願いします。はい、どうぞ座ってください。ですね、1番の成長株が来ました。ポテンシャルを1番持っている方が来ました。はい、じゃあすいません、フルネームで、お名前お願いします。はい、背番号17番、星琴です。ありがとうございます。星選手、年齢は28です。28。じゃあ昨日も言ってたけど、一番キレキレの時ですね。僕が一番、助走をしたら一番綺麗なんじゃないかと思っている一人の選手です。はい。星選手、趣味、特技、なんか最近気になっていること何かありますか？趣味？趣味、特技。特技？はい。なんか最近ちょっと気になっていることでもいいし、なんか、私はこんなことに興味がありますってことなんかあるのは教えてほしいんですけど。なんですかね。うん、別に何でもいいよ、何でもいい、全然何でもいいよ。何してんの、休みの日とか。いや、映画見たり。映画見たり。は好きですね。映画鑑賞が好き。最近見た映画で一番良かったのは何？映画見たのは、達也に教えてもらったんですよね、なんだっけ。ワンダー。ワンダー。日が昇るみたいな。ワンダー、日が昇るみたいな。感動した。感動しました。どういう系の映画なんですか、それは。なんか、顔が。ぐちゃぐちゃでちょっとバレちゃって、そういう家族の物語です。家族の物語。あとはあとはあとあとあるじゃん、コータ。コータが好きなこと。好きなことですか？コータが好きなこと。好きなこと、なんだろうな。いつも家で何してるの、コータ？コータ実家だっけ？いや、もう もう今一人で住んでる。一人で住んでるの？はい。だいたい最近家具とか見てますね、結構。え、何？家具。あ、家具系男子で攻めよう、じゃあ。家具系、そう、家電系じゃなくて家具系男子でいこう。家具系男子で。じゃあ、グループに入ったらできるアピールポイント。アピールポイント。私のアピールポイント。なんですかね。うん、まあ、笑顔振りまくの。あ、笑顔、大事だね。笑顔振りまくの。ありがとうございます。じゃあ最後、視聴者の方見れると思うんで、意気込みを。グループに入った時の意気込みをお願いします。はい。選ばれたら、はい、まあ、全力で、はい、サービスできるように、はい、サービス、ありがとうございます。頑張ります。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫。大丈夫です。全然大丈夫。はい。